9日土曜日、51歳の誕生日を迎えました。おめでとうございますと、今一人で誕生会というか、今日ね午前の部も一人誕生会やってたんですけれども、一人外食だったんですが、で夜はですね、ちょっと今日お出かけしていて、あでその後に私の大好き焼き鳥屋さんに行きまして、焼き鳥ご飯を買ってまいりました。サービスでビールコップ一杯ごちそうになってきまして、はい、ちょっとほろ酔いでありますが、ちょっと1階で梅酒が滞在中ホテルも今8時まで、下にアルコールがちょっと置いてあるんですね。でほろりとした梅酒があったので、ちょっとだけ入れて水で割ってきました。いただきます。51歳おめでとう。何やってるんでしょうって感じですが、いただきます。うん、ちょっと割り箸で混ぜなきゃいけなかった。なんと私今11階にいるので、ちょっと窓からの景色が今すっごくいいんですけど、すごくよろしいんですけれども、あれです、コーヒー入れに行ったりとかするのがめんどくさいというちょっと贅沢なお悩みなんですけれども、なぜか七味がちゃんとあるという。お皿ありました。確か、ちょっと待ってください。一回私節約で冷凍のパスタ買ってきたことがあって、その一階にあれなんですよ、電子レンジもあるので、その時にレンタルリッカーさんからお皿1枚持ってきました。ということで、ふふ、焼き鳥だ、久しぶりだ、嬉しい。ということで、いただきます。にぎま、じゃじゃん。よし、うまい。本当はテレビか YouTube 見ながらぼーっとこうしみじみぼーっとした、私の一番大好きなぼーっとした時間を過ごそうと思ったんですけれども、大丈夫かな、隣いるかな、ボソボソ喋りますね。本当に久しぶりです。おいしい。ちょっとしばしバクバク食べさせていただきます。コリコリしてるやつどこだっけ、なんだろう、部位の名前とかすぐ忘れんですね。軟骨じゃなくて、砂肝だと思います。
かな。実は本当に、ね、今日ちょっと用事もあったんで出かけたりもしてたんですけど、仕事じゃなくてお家のリフォームしてるんですけど、それのもう私ほとんどもうイメージ湧かないから大工さんにお任せしちゃってるんですね。もうこだわりとかないからもう何でもいいですみたいな感じで、でただ水回り、トイレとかトイレとか洗面所とかキッチンとかをなんかショールームで一応なんかピックアップしてくれたんですね。 この辺でいいんじゃないかなって思うところ、付箋をこうカタログに貼ってくれまして、貼ってくれて、ちょっとね自分せっかくリフォームだし自分の家だし自分の目で見てきた方がいいですよっていうことで行ったんですよ、ショールームとやらに。で私あまりにも今まで本当に昭和の暮らしをそのまま続けちゃってたので、現代のシステムキッチンの一番大工さんにもうとにかくもう本当に最低限でいいので、もう生活できればいいからとにかく安くあげてほしいっていうお願いしてるんですけれど、やっぱプロの人としてはより良いものをお客様に提供したいっていう気持ちが多分あるんだと思うんですね。でショールームのこういろいろプランで、まあ一応仮プランでこういう感じでどうですかっていうのを一緒に考えましょうっていうことで担当の方ついてくれて、ね、いろいろ説明受けてみたんですけれど、その大工さんっていうか業者さんが印つけてるのが結構いいものに付箋つけてたみたいで、まあ基本なんだけど結構やっぱせっかくだからっていう意味だと思うけど、いいものに付箋ついてますよって言って、最初はね私もう本当に最低限で行こうと思ったんですけど、旗と一緒に一回のことじゃないですか。だからなんかだんだんこう時間が経つにつれて、まあ、2時間ちょっとかかかっちゃったんですけど、まあ、大体それくらいかかるものらしいんですね。で一緒に1回のことだしね、もうだんだん結局大きいお金が動くじゃないですか。麻痺してきちゃって、これとこれは5万円ぐらいの違いがあるとか、こういう機能がつくとまあ何千円かあっての差があるとかっていう説明聞いてるうちに、なんかだんだんまあとりあえず現時点の最新をつけてもいいかみたいな感じになってきて、一生のものだからで、まあ、結局借金するんで返さなきゃいけないんですけど、いっかってことで結構レベルの高い、まあでまあ、ブラボーにじゃないんですけど、まあ、基準でも私ね、給料が多分ねこう世間の一般より低いんですよね。だからちょっとまあでもそこはちょっと個人の業者さんなんで、おいおいお話し合いしながら決めていきたいと思います。あうまい、なんかキッチンの水道のところにこうシャワーになるとかって言って、思わずシャワーってなんか意味あるんですかとかって話聞いちゃったら、やっぱなんかシャワーだと汚れがすごい落ちやすいとか、あと蛇口からこうホースみたいにこう出せるんですよ。これって必要ですかみたいなこと聞いてたら、まあそのシンクを洗うときにこうやっぱ伸ばしてやると洗いやすいとかっていうのがあるらしい。果たして使うんだろうか。今までそんな
なんとほら、水道しかない生活、ガスも、ガス給湯器もないような生活してたんで。うん。でも、実際見に行って、ワクワクして、したというか、ちょっとやっと実感が湧いてきました。新しい、なんか、住まいになるんだな、みたいな。うん。なんか嘘かもしれないけど、モンジリーさんかな、あれ？アキナフード。ん？わかんない、もう。しかし、うまい。まあ、いっぱい歩いてきたし。いいお誕生日でしたので、いや、午前中は、まあ、話が逆戻りしてるんですけど、午前中はちょっと実は、まあ、ここで話長くなっちゃうからあれなんですけど、月曜日にちょっと怪我しちゃいまして、足のすねのところをですね、パッパリと切っちゃったんですよ。で、骨折とかしなかったので全然普通に歩けてるんですけど、なんかこう私も出血騒ぎで、これは見たら私貧血になると思ってタオルで押さえて見てなかったんであれなんですけど、すごい血の量だったんですよ。で、なんだっけな、骨、まあ、筋肉切れまでいってないけど骨が見えるところまで切れちゃってるって、なんか縫ってるお医者さんがそんなこと言ってるぐらいちょっとかなり深くいっちゃって、で7センチぐらい横にこう7センチぐらいばっかりいっちゃって20針縫ったっていう事件がありまして、でそれが月曜日だったんですけど、で水曜日行ってで今日また行って、で、まあ、特に異常なくくっついてきてるんで、来週の金曜日に抜歯っていうことで、ちょっとしばらくお風呂には浸かれないんですけど、怖くて、水かけても大丈夫って言われてるんですけど、なんか、ピリピリってやっぱり、ピリピリってくるから、ちょっと、あれです。ちょっと、なんだっけ。シャワーもなんとなく怖くって、タオルで拭いてます。今のところ。最後が、普通、うんぼ焼きと。でも私、結構、なんて、まあ、いただきます。なんかなんでこんな一人が好きなのかな。全然本当にこういう時間が好きです。負け惜しみとかではなくて、本当好きなもの食べて。1年経ちました。去年ちょっと具合悪かったのはなんとなく覚えてて、次の誕生日まで持たないんじゃないかと思ってたんです。仕事が辞めるんじゃないかなって、自分でも辞めたいっていう思いがすごい強くって、
今も強、今はちょっと落ち着きました。なんかちょっと落ち着いたかな。めちゃくちゃやる気が出てるわけではないけれど、ちょこっとだけ吹っ切れたところがあるかもしれません。ということで、焼き鳥を食べる動画でした。この後クライマックスケーキ食べます。ということで一回切りますね。では、10月9日2021年10月9日誕生日です。なんか一人誕生会してます。で、火災報知器が鳴っちゃうと大変なので、急いでろうそくの火消します。ハッピーバースデートゥーミー、ハッピーバースデートゥーミー、ハッピーバースデーリア、私ハッピーバースデートゥーユー。5本大変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 、煙が、ちょなんか危険なことしてますが、大丈夫かな。なったらバカですよね。シャ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 、ちょっと今手で換気してます。大丈夫大丈夫。はい、ということで、ケーキ自分で買ってきました。さっき焼き鳥食べて、晩酌して、これからこれを食べていきたいと思います。5本経ってますが、51歳です。なんかすごい、なんだろう、ちょっとどってことはないんですけれども、気分は楽しいです。いい、これから人生を折り返しっていうか、もう後半な気もしないでもないんですけれども、いいことがあるような。いいことがあると信じて、明日からじゃない、もうたった今から頑張りたいと思います。で、私ですね、なんか親が母子手帳をそんなに大事にしてなかったというか、まあなんか弾みでなくしちゃったんだか、自分が何時に生まれたのかというのはよく分かってないんですが、多分ちょっとかすかな記憶をたどると、午後の3時って言ってたような気が、午後の3時台って言ってたような気がするんですよね。ということで、51年前に生まれましたということで、これから食べたいと思います。いただきます。ということで、ケーキを食べさせていただきます。ちょっと食べます。なんとフォークがないんですよ。ないな。びっくりした。あ、プラスチックのスプーンがありましたので、これでいただきたいと思います。では心行くまで行くぞ。ガシ。あら、お箸の方がいいかな。どうしよう、私よりケーキを取りたい。あ、でも部屋の散らかりがバレてしまう。やだわ。すいません、もう。なんか絶対こんな風に食べるもんじゃないと思うんだけど、
よいしょ。うまい。天下の日本橋三越で買ってきちゃいました。よいしょ。さっき焼き鳥のせてたお皿にのせ、よいしょ、ふやふや、なんかやっぱり半分でちょうどいいみたいな、明日かな、あとは夢に熊が、
チョコレートはなんか占い的に勝負運をアップさせる食占いによるとだそうです。なのでっていうかね、帰りちょっと出先の帰りに絶対ちょっとお手頃価格の丸いケーキを買いたいと思ってデパ地下寄ったんですけど、結構もう終わりの方であんまり売ってなかったんですね。たまたまチョコレートケーキが1個あったんで、本当はショートケーキをイメージしてたんですけど、たまにはチョコもいいかと思って買ってきました。ごちそうさまで。美味しかった。お茶飲みたい。うわ、ハトで飲もう。ということで、今8時11分か。楽しいお誕生日も、楽しいっていうか、なんだかんだで、自分の誕生日をいつも、はい、スマホなんで、5分ごとに切れちゃうんですけれども、何話してました。お誕生日が終わりますが、51歳のテーマ。朝になんとなくツイッターでつぶやいてた時に、もう朝の記憶がない。まあ焦らず自分の好きなことを楽しくやっていければいいかなと、無理せず一歩ずつ、はい、いければいいかなと思っています。抱負もうなんかこの年になったら抱負も何もいいかなみたいな、あんまもう優しくなれたらいいなとは思っています。ちょっと最近気持ちがギスギスしてるところがあるので、またちょっと自分で言うのも変ですが、イメージ的には優しい児玉さんって思われてるんですけど、まあ本当は子供の泣き声聞くだけでイライラする性格なんですけど、なんですけれども、ちょっと無理しないように無理しつつ何言ってるんだかまた分かんないんですけど、でも、無理しないように無理しつつ、なんか素直でありたい。好きなものは好き。あ、マッキーになってる。好きなものは好きと言える気持ち、抱きしめてたい。はあ、食べ過ぎた。食べ過ぎではない。チョコレートに飽きています。今日朝、病院帰りにステーキハウスに寄って200g 食べ、ご飯食べで、なんかねワイン飲んじゃったんですよ。でやっぱ怖かったんですけど、また転んだりしたら大変じゃないですか。だからワイン飲みながらその2倍ぐらい水飲んでましたで歩いて帰ってきて、でちょっと午後先話しましたが、ショールーム行って、で絶対焼き鳥食べると思ってたんで焼き鳥屋さん寄って、そこで食べてきてもよかったんですけど、なんとなく持ち帰りして、でそしたら店主さんが覚えていてくれまして、ああ嬉しいでちょこっとビールだけ飲んで帰ってきました。今日は本当だから食べたいものを何でも食べようって思って、
過ごしていて、すごい満たされています。やっぱなんか食べて寝る基本ですが、そうそう、食べて寝ることを今年の目標にしたいと思います。まあ食べて寝てはいますけれども、質の良い食事、質の良い睡眠で自分の あのパフォーマンスを上げる、あの絶対やればできる子なんで、私できる子なんで、あの体調が良ければ意外にいけちゃう人なんですよ。だから健康が一番大事ですね。と今寝不足でちょっと食べるものも偏ったりとか食べなかったりしてるから、頭が回転がおかしくなってるだけなんで、あんまりだから忙しくしないようにしたいと思います。なんか人付き合い、今コロナであんま人に会う機会なくなっちゃったのが、まあ私的には結構いい感じで、無理に付き合いたくない人の集まりとかにも行っちゃったりっていうのが多かったんですけど、そういうのをこの機会に、まあ51歳の目標としては無理のないお付き合いを、はい、したいと思います。で、あのいい人付き合いができたらいいなと思います。なんていうんだろう、ほらこうあんまり人間的に好きじゃないのに、例えば契約欲しさに我慢して付き合っちゃったりとか、なんかちょっとあの変な誤解を招くような言い方ですけれども、やっぱりあったりするんですよ、そういうのも。自分の中でそういうのをがない、ちゃんと自分の本心に耳を傾けられる自分になりたいと思います。ということで、はい、今後ともよろしくお願いいたします。 YouTube もコツコツ上げていければと思います。ということで、ありがとうございました。失礼します。